奥と左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼玉には近い。行こうぜ。どっから降りるよ。ここは？お、これはいいな。先行くぜ。やった。あっ、ふっ、はー、思ったより怖かったね。思うからだ。たまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。静かすぎない？死んだだろ。恐れをなして逃げちまったとかよ。ぶっ潰してやる。海外の先へ。ああ、驚け。じゃあ、マコロ、シンガ、全部。
しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、飲もう。脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。すぎる。もしかして監視されてる？すぎたないネズミども、よく来たな。戦意先導後方作戦を指揮するシーナカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シーナカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡および爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、神羅カンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。1番マコール爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデント神羅は市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% と想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。ようにニュースを捏造するぞ。苦しい。いや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 、そうはいくかよ。おお、公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。さっさと
運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命ヤジ切れろ。ああ、あいつらが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。お、何拾った。カードキーだ。使えるかもしれない。おお、取っとけ取っとけ。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。リフト動かせそうか。カードキーがいる。拾い物の出番だな。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。悔しがる顔が見えるぜ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。
廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。リフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。ビッグボンバーを廃棄しました。君だ。
て、どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろ。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。カードキーがもっと欲しい。そっちは M ユニットか。ああ、神羅に恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。ボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。ビッグボンバーを廃棄しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。どうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカブツをぶっ壊したらポチッと行くぞ。うん。
れだけやった。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？ M ユニットが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。これが殲滅だ。統括、連携しよう。俺の見せ場だ。気合い入れてけ。あくまで食らいつけ。エアバスター、出撃準備。気合いを。終わりだ。見下ろしやがって。見て、これってあのロボットの性能だよね。強化はある程度抑えた。最大出力が出ないなら渡り合える。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断り。あ、行き止まりか。他を当たろう。何かいる。うわあ、ねえだろ。おい、終わらせる。全てをかける。そっちは任せる。待ってました。よし、やっちゃおう。露骨な誘導だ。最後に勝ちゃいい。セブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？
仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くさ、まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしても、てめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国ウータイの手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。ウータイだと。なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。さあ、ショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ。ウータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。
クラウド、ボサッとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。おう、任せろ。落ち着いていけ。待って、待った。どうだ、そっちはどうだ。ここで決めよう。ただじゃ済まない。このまま行くよ。第2段階へ行こう。ここからがエアバイスの戦略を発揮だ。逃がさねえぞ。なんつう威力だ。下手に攻め込めないな。期待してるぜ。分かってた。ここからだ。狙いに行くぞ。行けんだろ。おう、任せとけ。迫るには。しまった。頼られちゃうな。気合い入れてけ。こっから反撃だ。いけるか。俺の見せ場だ。やつ進めなく力尽きる。まだまだ逃がさねえぞ。そこ、おう、引っ込んどけ。よっしゃ、期待してるぜ。右だ。私に任せて。頑張るね。押し攻めてこう。耐えられると思わないで。この打ち崩す。当てる。邪魔だ。出番だよ。これでいける。力を見せてやる。あとは本体をやる。おう、任しとけ。逃がさねえぞ。知らせてやる。勝負はこれから。さあ、来いよ。気をつけてね。こいつだ。よしよ、全てをかける。集中してくよ。エアバスター最終フェーズに移行する。さあ、処刑の時間だ。よろしくね。空中戦艦、あんたが頼りだ。バレ、おう、フォローはそっちに任せたぜ。え、ほらほら、どうだ、気合い入れてけ。気をつけてね。
俺の見せ場だ。いけんだろ。頑張るね。よろしくね。やってやる。畳みかける。待ってました。集中砲火だ。覚悟しろ。やめて。こだ。わっ。わっ。私に任せてくよ。ふっ。打ち崩す。それ。や。あぶ。ああ。覚悟して。徹底的に叩き崩してくれ。気をつけてね。下がって。待たせてごめん。うん、俺の見せ場だな。ああ、頼んだぞ。どんな間に合う。ふっ、全然命中させたな。はあ、どんな間に合う。派手に散らすな。今だ。うん、気合い入れすぎ。死んだらよくわかんないわ。あっ、はあ、準備はいい？頼んでいい？そっちは任せる。俺の見せ場だ！みたいな言い方をするな。クラード。いいよ。